こんにちは、ゆるセビです。今回の動画はですね、疲れた時に読みたい本ということで、ファさんという方がね、書かれたしないことリストという本をね、ご紹介していきたいと思います。この本をおすすめしたい人っていうのは、人生に疲れてしまった人、何かに追われて生きている人、しなくちゃいけないっていうことがね、多すぎる人、真面目すぎて疲れている人、こんな方に読んでもらいたいなというふうに思っています。ではですね、著者の紹介から入っていきます。この本を書かれたのはファさんという方になりまして、元日本一のニートということで、大学はですね、京都大学の総合人間学部を24歳で卒業されて、25歳で就職されるんですけども、3年間ほどで退職されたということで、以降はですね、ニートとしてフラフラ生活されているということになっています。他に出されている著書としては、ニートの歩き方、持たない幸福論っていうのがあります。またですね、この方ブログをやってらっしゃるので、そのブログの URL の方を概要欄に貼り付けておきますので、気になる方はそちらからブログをご覧いただければと思います。ではですね、本の内容入っていきたいと思います。まずこの本を書くにあたってファさんが思ったことなんですけど、今の世の中にはですね、無数のしなきゃいけないことが溢れていると。ということで、例えばですね、今年金が2000万円足りないとか言われて資産運用しなくちゃダメだとか、例えばグローバル化が進んでるから英語は勉強しなくちゃダメだとか、最近だと、コロナウイルスがね、これだけ感染が広がってるんで、リモートワークしなくちゃいけなくなったからパソコンに強くならなくちゃダメだとか、いろいろ IT 技術を身につけなくちゃいけないとか、そういったね、しなきゃいけないことが巷、世の中には溢れてると思います。でもですね、そんなしなきゃいけないことの 99% はですね、本当は別にしなくてもいいことなんだというふうにね、この著者は言っています。なんでね、そんな風にしなきゃいけないことが増えているのかって言いますと、まず一つは情報が多すぎるからなんですよね。今現在のこの情報化社会で、誰かがですね、正しいことを言ったとしましょう。でもね、その他の人もね、正しいことを言うわけですよ。そうすると、多くの人が多くの正しいことを言って、どれも正論なんで、全てやらなくちゃいけないと、情報を受け取る側は思ってしまうと。また、次の理由がですね、その方が儲かるからっていうのがあります。例えばですね、幸せになるためには、こういったことをやらなくちゃいけないよとか言ってね、こういった生き方の方がいいよとかですね、そうするとそういう生き方をするためにお金がかかったりとか、例えば痩せないと病気になるからまずいですよみたいなことを言われて、じゃあ痩せるためにはこの食品とこの食品を買った方がいいですよとかですね、そういったですね、利益目的で皆さんの不安を煽ってしなきゃいけないことを、テレビとかそういった新聞とかラジオとか、そういったところでしなくちゃいけないことをどん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 増やされているっていうようなところがあります。じゃあそういったですね、しなきゃいけないことからですね、解放されるためにはどうすればいいのかっていうところなんですけど、それは2つあります。1つ目が、他人や世間の評価で行動を決めるのではなく、自分なりの価値観を持つことですね。また2つ目、他人や世間のペースに無理についていこうとせず、自分のペースを把握することになります。要するに自分の軸だったり自分の浮き方をしっかり持って、それに合うものだけ取り入れていって、合わないものはやらないっていうようなですね、そういった考え方ができれば、しなきゃいけないことに追われる人生にはならないということになってきます。ただですね、そうは言ってもなかなかね、一人一人ですね、置かれている状況も違うし、どうすればいいのかっていうのはわからないということがあって、今回このご紹介するこのしないことリストにはですね、36個のしないことリストが書いてあります。第1章から第4章まで分かれていて、その中で各しないことリストがあるというような感じになってるんですけども、今回はですね、そのリストの中からいくつかピックアップしてですね、ご紹介していきたいと思います。で、この本はですね、4章立てになっています。第1章が所有しないリスト、第2章が努力しないリスト、第3章が自分のせいにしないリスト、第4章が期待しないリストということになっています。でね、各リストから、僕自身がね、伝えたいなと思った部分をですね、伝えていきます。もしですね、全部気になる方はですね、ぜひ買って読まれてください。ではまずですね、第1章、所有しないリストからいきたいと思います。まず第1章、所有しないリストなんですけど、今の世の中はですね、
さまざまなものがシェアできる世の中となってきました。例えば洋服のシェアもありますし、自転車のシェアなんかもありますよね。でルームシェアなんかも当たり前のようにありますし、カーシェアなんかもあります。まあ、そういったいろんなものがシェアできる中でですね、本当に自分自身がそれを所有する必要があるのかっていうところをね、もう一度考えてもらいたいというところですね。物っていうのはですね、所有するだけでそれに関するですね、管理するためのコストもかかるし、物に対してですね、注意を払うエネルギーっていうのもね、必要になってきます。物が増えれば増えるほど一つのものに対する思い入れとか注意とかそういったものが向かなくなってきて、物をね全て粗雑に扱うようになってしまうというところがあります。ですからここではですね、そういった物に関することだったりお金に関することをちょっとお話ししていきたいと思います。まずリスト1つ目、余計な買い物をしないということ。次にリスト2つ目、お金で解決しないということですね。それでは行っていきたいと思います。まず余計な買い物をしないということなんですけども、今のこの消費社会の世の中なんですけど、人の欲望を煽ってね、物を買わせようとしてくる傾向にあります。ですから、さまざまなところに広告があると思うんですけども、その広告を見ないようにして、そしてショッピングモールとかには行かないようにしましょう。多くの広告を見たり、またショッピングモールに行っていろんな商品を見ることによって、自分のですね、欲望っていうのはかきたてられて、それを所有したくなる、買いたくなってしまうというところがあります。またですね、やはり人間にはお金を使いたい衝動っていうのがね、たまに訪れると思うんですよね。なんか散財したいなみたいな気持ちの時あると思います。そういった時っていうのは、日頃のお金とその散財したいと思った時のお金のギャップによってですね、その散財したいという気持ちを満たすことができるんですよね。ですから日頃からお金はあまり使わないようにしておくと。そうすると、例えば日頃ね、100円とか200円しかあまりお金使わないよっていう人だったら、1000円ぐらいのですね、お金を使ったら、なんかめちゃくちゃお金を使ったなみたいな感じになって散財した気分になるわけなんですけども、日頃からね、1万円とか2万円とか使ってる人からすると、なんか10万円ぐらいお金使わないと使ったなっていう気にならないんですよね。ですから買い物するときもですね、あまり余計な買い物をせずに、お金をあまり使わないようにしていった方がですね、散財するときの満足感っていうのがね、少ないお金でも得られやすくなりますよというところですね。次にお金で解決しないというところなんですけども、仕事でストレスが溜まってストレス発散でお金を使う。結局ね、これってお金は残っていかないんですよね。だってそうですよね、お金を稼ぐために仕事するわけですよね。でもその仕事でストレスが溜まってストレス発散でお金使ったらプラマイゼロですよね。結局お金っていうのは残っていかないんですよね。だからですね、ストレス発散とか、あと仕事で遅くなって帰るのが遅くなったから外食するとかね、そんな感じでですね、お金で何でも解決しようとせずに、もうちょっとですね、時間をかけて解決しようとしてみてはどうでしょうかっていうところがですね、ここのリスト2で言いたいことなんですけど、最後にお金と時間の互換性とありますけど、例えば外食はすぐですね、お金払えばすぐ美味しいものが出てきます。ですけども、例えば安いスーパーに行って自分で食材買って自分で作って、そうするとやっぱ時間はかかるんですけども、お金は外食ほどかからないですよね。ですからそういった形でですね、お金で解決しないことっていうのがね、重要になってきますよというところです。ではですね、第2章、努力しないリストというところでお話ししていきたいと思います。まずですね、この第2章なんですけども、怠惰は美徳であるというところがあります。今の日本社会、昔からそうだと思うんですけども、頑張ることはいいことだっていう風にね、言われていたと思います。だからね、私とかはね、企業選手とか行ったりしてですね、猛烈に働いて、そして頑張ってお金を稼ぐ、それが美徳であるという風に言われていたかと思うんですけども、今現在はですね、どうやって効率よく仕事をしていくのかっていうところが非常に重要なところになってきます。だから怠惰、怠けたい人はですね、逆にですね、仕事したくないから頭を使って効率的にどうやったらいいのかっていうのを考えるわけですよ。でも逆にですね、頑張ることが苦じゃない人だったり、その頑張ることが好きな人はですね、そういうことを考えずに、とりあえず目の前のことを頑張っていけばなんとかなるというふうに思ってるんですよね。ですからそこで、怠惰は美徳であるんじゃないかというところが、この章で述べたいところですね。
まあ、頑張ることが全てにおいていいわけじゃないよというところですね。で、今回この第2章でお伝えしたいリストは1つですね。リスト16、嫌なことはしないということですね。まずこの嫌なことはしないということで1つ知ってもらいたいことがあるんですけども、まず仕事はですね、嫌なことを我慢してやったから成果が出るわけではないということですよね。たまにですね、仕事というのは嫌な辛いことを歯を食いしばってひたすら耐えて頑張ってこそ成果を残せるのだってね、言う人いると思います。それはね、変な話だと、まあ、僕も思いますし、この筆者の方も思っているということになります。まあ、そう、正直ね、そんな嫌なことばっかりずっと我慢してやってたらうつ病とかそういったことになりかねませんし、ですからね、嫌じゃないことを無理のないペースでやる方がですね、後々生き残って長く働けたり、またね、精神的にもその精神病とか患ったりしなくて済むということを、この著者の方はおっしゃってます。だからですね、まあ、できるだけ自分が面白いと感じられることもね、した方がいいんじゃないでしょうかというところですね。もちろんですね、人生のいろんな様々な、ね、局面において、嫌なことをしないといけないっていうところもあると思います。まあ、その時はね、その時で頑張らないといけない場面だと思うんですけども、まあ、ずっとね、嫌なことをしないといけないっていう状況であったら、それはね、一旦その状況は抜け出して、できるだけ自分が面白いと感じられることを続けていって、まあ、後々それがですね、自分にとってプラスに変わっていくんじゃないかということですね。まあ、結構皆さん、仕事でね、成功された方の話とかね、聞いたことある方も多いと思うんですけど、そういった人たちの多くはですね、嫌なことをいやいややってるわけじゃないんですよね。好きなことを一生懸命やってるだとか、辛い時、嫌な時もあったけど、そこを乗り切って今は非常に楽しいとかね、そういった感じになってるかと思います。ですから、嫌なことを続けて頑張ったから報われるっていうことはないんですよね。そこだけ注意してですね、嫌な状況がずっと続くようであれば、そこからどうにかして抜け出す方を考えた方がいいんじゃないでしょうかというところですね。次にですね、第3章、自分のせいにしないリストというところになります。で、こちらの章ではですね、自己責任は 50% でいいというところで、書いてあるんですけども、まあ、今の社会なんですけど、結構ね、自己責任、自己責任って言われてるような気がします。様々な問題が起こった時とか、またね、自分が望んでそうなったわけではないのに、まあ、そういった苦しい状況とかに陥ってしまった時に、周りの人たちからね、それは自己責任だって言われたりなんか言われたりしてね、なんか辛い世の中になったなっていうのを感じています。でもですね、人間の自分自身の責任も、まあ、確かにあるとは思うんですけども、その周り、自分の周りの環境っていう責任もあるんですよね。ですから、自分自身の責任は 50% ぐらいでいいんじゃないでしょうかっていうところですね。全てがね、自分って思ってしまうと、やはりね、うつ病とかそういったことになってしまうんで、まあ、自分も半分は悪いけど、周りも半分悪いよねみたいな、そのぐらいのね、気分でいた方がいいんじゃないでしょうかというところです。で、今回ね、ここでご紹介するのはね、一つですね、リスト27、絶望しないというところです。リスト27、絶望しないということなんですけども、人生はですね、大体繰り返しなんですよね。繰り返して何の？っていうふうに思われるかもしれませんけど、この繰り返しですね、疲れた、辛い、休もう、ちょっとだけ頑張ってみよう。人生って大体これの繰り返しのような気がしませんか？まあ、僕自身もね、仕事してる時なんか、ああ、もう疲れたなとか言って、で、その後ね、ああ、もう辛いな、仕事、早く辞めたいな、早くセミリタイアしたいなというふうに思って、まあでもやっぱ土日とかが来たりして、あ、もうとりあえず仕事のことを忘れて休もうっていうふうになってですね、まあとりあえず休んで、でまた週明け、まあ嫌だけど、まあちょっとだけ頑張ってみようかなみたいなね、そんな感じでね、大体これの繰り返しかなと僕自身も思ってます。でね、最近のうつ病とか自殺する人の問題っていうのは、この辛い時にですね、休むことができない人たちなんじゃないかなというふうに書いてあります。ですから、辛い時はですね、まあ、責任とかあると思いますし、まあ、他人との人間関係もあるかもしれません。あと、社会のこととか、仕事のこととか、あと義務とかですね、まあ、なんかいろんなことがあると思います。でも全部ね、とりあえず忘れて休むことが大事なんじゃないかと。とりあえず1日か2日休んでしまえば、
ちょっとだけ頑張ってみようかなって思えることもあるかと思います。ですからね、辛い時は休みましょうというところですね。ではですね、最後の章ですね、第4章、期待しないリストというところです。まずここはですね、諦めれば人生楽になるんじゃないでしょうかというところで、人生でですね、苦しいなとか嫌だなって感じる場合っていうのは、基本的に自分の考えが通らなかった時とか、自分がこういうふうに思ってたけどなんか違うっていうふうになった時だと思うんですよね。で、著者の方もこういうふうに書いて いるんですけども、ちょっと読みますね。こうでなくてはいけないとか、こうなるはずがないといった思い込みにはこだわるのをやめよう。世界は人間の期待通りに動くわけじゃない。まあこれはこれくらいで仕方ないのかもしれない。世の中はこんなもんだしな、という曖昧な妥協も人生には大事だというふうに書いてあります。ですからね、ちょっとしたね、自分のこだわり、そういったものをね、少し諦めるだけで人生はすごく楽になるんじゃないでしょうかっていうところですね。で、ここはですね、リスト3つあります。リスト29、何かのためにしないということ。リスト31、仕事に身を捧げないということ。リスト35、長生きしないということ。というわけで、この3つね、見ていきたいと思います。まず、何かのためにしないということなんですけども、これはですね、何かの結果を求めて何かをやらないということですね。例えば、体を鍛えるためにスポーツをすると、いうことを目的にするんじゃなくて、楽しさは結果ではなくプロセスに宿るわけですよね。ですから、健康のためにスポーツをするんであればですね、そのスポーツをね、とりあえず楽しもうよということが言いたいわけですね。何の役に立つかというわけではなくて、そのこと自体を楽しんでいきましょうということです。これをね、専門用語でですね、コンサマトリというそうです。これが自己充足的ということで、要するに、何かのために今これを我慢してやろうっていうね、感覚ではなくて、今もこれをやって楽しみながら将来的にこうなったらいいなぐらいのね、そんな感じでね、やっていきましょうよという感じです。次にですね、リスト31、仕事に身を捧げないというところですね。まずですね、今回今僕この動画お盆休みの間に撮っているんですけども、お盆休みの時もですね、職場の同僚の方が、今回お盆休み長いなって、やることないな、どうしようかなって、仕事しとった方が楽だなっていうふうにね、言われることがありました。でもね、こういった思考っていうのは非常に注意です。なぜならば、この仕事しかやることがないって、もしね、そういう状況であればですね、定年後、鬱になったりするんですよね。定年っていうのは自分がやってた仕事っていうのを取り上げられるわけですから、それまで一生懸命やってきたものがなくなる。つまりすることがなくて何をしていいかわからない。そうなると、もうぼーっとしとくことしかなくて、認知症になったりとか、ちょっと鬱になったりとか、そういったことが起こりうるわけです。ですから、仕事以外のね、やりたいことを持つ、これがね、非常に大事になってきます。で、そのやりたいことがないよっていう人はですね、2つの可能性があると、この本には書いてあります。1つ目はですね、ただ疲れているっていうことですね。疲れているときはね、とりあえず休みましょうと。休んでリフレッシュすればやりたいことが何か見つかるかもしれませんということ。もう一つはですね、やりたいことに出会えてないだけだというふうに書いてあります。世の中ってですね、いろんなことがあります。そんな様々なね、いろんなこと、面白いこととかですね、他にも地方によってね、いろいろ習慣とか文化も違いますし、またね、そこでやられているなんか行事とか、いろんなことがね、もう何から何まで違うと思うんですけど、そういったさまざまなものがある中で、自分自身にやりたいことがないっていうのを見つけることの方が難しいんじゃないかと。つまり、やりたいことを見つけるためにですね、さまざまなことをやってみる。そうすれば、いつか何かしらやりたいことに出会うんじゃないかと。だからこそ、いろいろやってみることが大事だということになってきます。では、リスト35、長生きしないということですね。このリスト35、長生きしないっていうのはですね、僕自身が好きだったんで、今回動画でご紹介したかったんですけども、これ最後にね、書いてある文がね、非常に好きで、ゴミクズみたいなせいなら、後悔しないように、好きなことをやっていきようって書いてあったんですよ。なかなかこれいい言葉だなと思ってですね、まずこれのね、ここの書いてあったね、部分をちょっと読みたいんですけど、人間はどうせ全員必ず死ぬし、
長生きしても早死にしても所詮10年とか数十年の差に過ぎなくて、宇宙や地球の何十億年の歴史に比べるとゴミくずみたいなものだ。どうせゴミくずみたいな生なら後悔しないように好きなことをやっていきようというね、まあ、この一文を僕がご紹介したかっただけなんですけども、まあ要するにね、僕ら自身の人生、宇宙とか地球規模で比べると全然ちっぽけなんで、それぐらいやったらもう全然好きなことやっていきようよっていうね、そういったことになってきます。まあ、確かに宇宙とか地球規模で考えるとね、自分自身の人生なんかちっぽけなものだし、まあ自分自身の人生だから好きなことやってきた方がいいのかなっていうふうに思ったりもしますね。というわけで、最後ですね、ここからは僕の感想になってくるんですけど、したいことリストは自分で作っていくっていうところですね。まあ、この本を読んでね、他にもね36個、リストがあるんで、その中の一部を今回ご紹介したんですけど、まあ、他のリストも読んでいくについて、まあ、僕自身もね、人生はもっと適当に生きても大丈夫なのかもしれないなというふうに思いました。まあ、日本人は基本的にね、勤勉だとか言われたりね、真面目だとか言われたりしますけど、もっとね、真面目だからこそうつ病とか精神病にかかったりっていう人が多いのかもしれないっていうふうに思ってます。ですから、もっと適当にね、生きる人が増えてもね、まあ、ちょっとね、不便になるかもしれないですけど、でもそれで皆さんのね、幸福度が上がるんなら、それはそれでいいんじゃないかなというふうに思ったりもします。まあ、だからこそ僕自身はしなきゃいけないことに追われる人生よりも、したいことを追いかける人生の方が面白そうだなというふうにこの本を読んで思いました。だからね、まあ今現在しなきゃいけないことたくさんね、僕の身の回りにもあります。仕事のことだったり、まあ、プライベートというか、まあセミリタイアまでにしなきゃいけないこととかね、まあいろいろあるわけなんですけども、それよりもね、したいことを追いかける人生の方がいいなというふうに思いました。で、まあ、僕自身の位置づけとして、まあ、セミリタイアという行為ですね、僕自身がセミリタイアを目指しているわけなんですけども、そのセミリタイアっていうのはしなきゃいけないことからの脱却かなというところですね。そしてセミリタイア後、セミリタイアした後っていうのはね、したいことを追いかけていきたいなというふうに思っています。というわけで、今回の動画のまとめになります。今回はファ・チョ・しないことリストを紹介しました。しなきゃいけないことばかりの昨今ですけども、もうちょっと肩の力を抜いてもいいんじゃないと言ってくれる本でした。人生に疲れた人だったり、仕事ばかりの人に読んでもらいたい本だなというふうに思ってます。で、僕自身、しなきゃいけないことから脱却してね、したいことをやる人生にしていきたいというふうに思っています。まあ、そのためにもですね、セミリタイアを達成してしなきゃいけないことから早く脱却したいなと、そしてセミリタイア後のしたいことをやれるような人生にね、していきたいなというふうに思っています。というわけで、今回の動画も以上になります。このチャンネルではですね、セミリタイアを目指す途中経過っていうのを発信しています。まあ、そんな中でですね、セミリタイアに役立ちそうな本とかをご紹介していますので、気になる方がいらっしゃればチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではね、最後までご視聴していただきありがとうございました。失礼いたします。